はい、久保さん、こんにちは。気になる男170話ですね。170話です。よろしくお願いします。さあ、前回は挑戦というキーワードでしたね。久保さんから挑戦というキーワードをいただきました。挑戦いただきましたね。やっぱり久保さんが言ってたのはここですね。最初から99%のロスを受け入れると。最初から99%の99%ロスを受け入れると。 本当ね、えー、一発でこう挑戦、一発でうまくいこうみたいなね、こと考えてもしょうがないですよ、みたいなね、お話、えー、されましたよね、本当に。<laughs> いろんなこと、もうやることなすこと、もううまくいかないかもしれないけど、まあそれがね、えー、それはもう必要なんだと、必要、必要ロスなんだよっていうね、こと、失敗、失敗はそれはね、過程なんだよ、みたいなね、お話をしていただいたんじゃないかなと思っていて、んとね、自分がその、やればやるほど、あ、これ向いてなかったんだとか、これが、 こういうところでできなかったんだねとか、あこれもしかしたらできるかもしれないねっていうのに気づくのにも、その気づきを起こすことにも対しても本当に分かんないと。だそれやってみないと分かんないと。で、やってみて初めて、あこれうまくいくかもしれないでって今までのその積み重ねが結局その、 後に行けるんで結局、ロスっていうのは、その、その、そのロスがなければ、その先につながらない、みたいなことあ、それがようやくわかると。だから、その、そこの積み重ね、そこもやっぱり積み重ねかなっていうところが大事。いや、ほっとけばロスです、みたいなことも言ってたと思うんですけど、本当にそうなんですね。だから、本当にもう、 できないことに対して、こう、できない、できない、できない、こう、できないっていうことを、どん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 やっていって、その中で、あ、これできるな、みたいな。うん、だ本当に、この、できることを見つけ、できないことを知っていく作業なのかなとは思っていて、自分も。うん、本当に、あ、できない、あ、これもできない、これもできないのか、みたいなね。他の人が、 こうやればうまくいきますって言って、じゃあこれやってみよう。あ、うまくいかない。あ、これはどうだ。これはうまくいかない。じゃあ今度自分に合うような形。あ、これはうまくいきそうだな。じゃあこれとこれを組み合わせればどうだ。あ、これならはなんとかできそうだ。よし続けようみたいなね。そうやって本当に続けるっていうのも自分内のやり方じゃないとやっぱ続かないんじゃないかなと思っていて、それがね、できればその自分のこうやり方を一生懸命こう探し出すっていうか見つけ出すっていうかきっとあると思うんで、そのね、見つける探すかまでの過程を一生懸命こう、 やれるかっていうところが大事なんじゃないかなとは思ったし、まあ、それが本当にトライしてトライし続ける、うん、結局その一発じゃうまくいかないのもう分かりきってるじゃないですか今までやってきて、まあ、自分もそうなんでもう本当に分かんないやって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 あやっとここまでやってなんか少し。 希望が見えたなみたいな、じゃあ希望が見えたんならやっていこうぜみたいなところになってやっていって、どうしてもいろんなことをやっていくと中途半端になりがちなんですけども、中途半端にやっていても結局ずっと永遠に中途半端ならもう一つのことに絞っていくしかないなみたいな、まあ、なかなかね、それも絞れないとは思うんですけど、ただそれをね、やっぱりやっていくっていうこの覚悟というか勇気というか力強さというか、そういうところってやっていかないといけないんじゃないし、まあね、本当にそれは、本当に自分が。 お金を稼ぎたいとかもっとねこういう人生を送りたいこういう自由な何かを手にしたいとかねそういうところっていうのはやっぱりその思いの強さっていうのがあるのかなと思っていて当然ね塾にいろんなことやりたいと思って塾に入ったり商品買ったりいろんなことやると思うんですけど最終的にその気持ちの強さっていうのがやっぱり 大事それもね人からね頑張りましょうとか言ってもらってそれは嬉しいし、ね、そういうその間だけできると思うんですけどそこがこうなくなった時にどうできるかもしもう誰かと一緒にやらないとできないというのは本当にいつも誰かとそのやっていくその同じ人じゃなくて複数の方と本当にコミュニケーション取りながらねやっていく自分を高めていく自分が心落ちそうな時でもね他の人が頑張ってるのを見てあやっぱ頑張ってるのと頑張んなきゃいけないなみたいなねその 諦めずに、ね、こうやっていく、うん、で、久保さん言ってましたね、諦めるのは諦めるのはもう自滅のボレだよねっていうことを言ってたと思うんです。でね、もう不発っていうのはもう当たり前だみたいなね、なんで自分がこうやったことに対してすぐうまくいくと思うんだみたいなね、いうことも誰かが言ってたかなと思うんですけど、ただうまくいくのはそもそも思い上がりなんじゃないのみたいな。 うまくいかないことを前提だろうみたいな。うまくいかないからこそ、じゃあね、どうやってうまくいくんだっていうのが人生の、おなんかこう、 そういうところが醍醐味なんじゃないのそこはこういろいろ考えることによって、その人の深みだったり考え方がもっとね、こう、自分と向き合うだったり、そういうことをしていかないといけないと。いくらその、こうやったらお金稼げます、こうやったら儲けます、こうやったらうまくいきます、こうやったらなんとかなりますっていう回答を一生懸命探してても、その回答に辿り着い、じゃあその回答見つけましたってじゃあ自分がそれ、その通りやってうまくいかなきゃ結局うまくいかないじゃんみたいな話になってくるんで、それはお金稼ぐのも何でも一緒だと思うんですけど、なので、そういうこう、 モデルを、ね、自分で探し出す自分の成功モデルをまず見つけ出すっていうところが全てなのかなと思っていてこれは本当と久保さんが言ってましたね不確定要素があっても突っ込んでいかな,いいかなきゃいけないとなんで今の現状がね本当に安定してるのかっていうところなんですね安定してるように見えて実は、えー、不安不確定要素がむちゃくちゃあるんじゃないかって、ね、む,むちゃくちゃある中でだからこそその意識の温度片隅でこれ本当はまずいんじゃないでもねなんかこう日々の忙しさにかまけてっていう表現はねちょっと ちょっと強いいかかもしれななですけど本当に日々のねねんんやかんや、ね、気づいたらいつの間にか夜になってるとか気づいたら土日になってる気づいたら1年終わってるみたいなねそういうことでどんどんどんね自分は成長してないんだけど年齢ばっかりこうこう、ね、年,年ばっかり食っちゃってそれでねな,なんか何もできなかったなみたいなあれこれしたいと思ったんだろういつの間にか体が動かなくなったなっちゃったな脳があんまり動かなくなっちゃったな手がね、えー、こう 早く今まで前はできたのね、できたのにできなくなったな、みたいなね、ならないようにね、やっぱやっていかなきゃいけないし、うん、そこはやっぱ大事だな、とはすごく思っていて、で、やっぱ YouTube を使うことによって何がいいかって、やっぱこう記録が残ることを自分のやってきたことに対して証が残せますよね。自分はこれをやったんだと、俺はこれを今やってるんだ、みたいな、ね、現在進行形でやったことって残るじゃないですか。 それって大事だと思うんですね。それはブログでもいいし、ツイッターでもいいし、インスタでもいいしね、a c e b o o k でもいいし、何でもいいと思うんですけど、ま、ただね、YouTube っていうね、こうやって無料でできる媒体があるんであれば you、YouTube 使った方がいいと思いますし、特に YouTube の場合だと、あの、いろんな人におすすめに行くじゃないですか。おすすめだったり、関連だったり。だからこそ、その自分が、こう、こうだって思ってることに対して、こう、そう思ってることを強くね、こう、引き、引き、 付け合うっていうことができるんで、それがやっぱ一番強い仕組みだなぁと思って YouTube、当然 Twitter だったりインスタだったりもそ、そのいいねとかね、いいね返しとかしてやりながらこう繋がっていくんですけど、特にこの YouTube に関してはね、こう YouTube のこうプログラムが勝手にね、この自分の発信に対して、あこれはいいなーって、こうおすすめ勝手にポンって出てくる場合があるんで、これがね、やっぱでかいなぁと思ってて、まあなかなかね、そんなにね、チャンネルが強くないとおすすめもボンボンボン出てくるわけじゃないんですけど、ただね、これやっぱこの YouTube、まあ、みんながね、1分1秒同じタイミング でこうみんな出してると思うんですけどその中でもねたった一人たった一、ね、人にこうつながっていくとねあこうやっぱつながりができるとやっぱそれはすごいなと思うんですよね、うん、本当に結局自分と今つながってる人っていうのは本当に数名とかね数十人の中の中でやっぱりやってるわけなん,かなんで、えー、自分がねそんなにねすごい えじゃあ何かを持ってるかっていうと、そんなの持ってないですからね、普通に。うん、うん。というところも考えていくと、やっぱり自分がこう一生懸命ね、まず YouTube をやっていくだったりね、まあ YouTube をやっていくっていうのはちょっとね、気持ち的に辛いってあるれれじゃあね、自分の記録をちょっと残していくことで、せめてね、自分の記録を残すっていう考え方のもとね、もうちょっとさらに発展して考えていくなら誰かね、聞いている人のためにね、なんかこうためになる情報を発信してみようみたいなことまでプラスして考えていくと、どん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 その情報の渡す、 精度っってていうのが高くなななるんじゃないかなと思ってそれによってねあこれ聞いた人がねあこれちょっとなんかいいこと言ってるなとかまあいいことっていうよりもねこの人なんかすごく興味あるなとか引き引き,引きつけられちゃったなみたいなそういうことがあるとねやっぱこうつながっていくんじゃないかなと思うしそれをねやることによってこう何かねやっぱ自分の人生にこう日々というかね もう大体このまま行ったら、まあ、あと会社員行って終わるだけじゃないですかその中でこう人生の自分のこの生き方の一つのレールの中に一つこう通一石を投じるとかねそういう感じでこうなんかこう今の生き方に対してこう疑問を持ってるんであればねその疑問の無理やりこうルートから離れていくっていうそのルートが無理やりこううん なんかこう横道にそれ無理やり横道にそれるようなことをやっていかないとそのままねこう執着域っていうね何もない執着域 <laughs> もう会社終わっても何もないっていうねお金の問題にずっと悩み続ける健康の問題にずっと悩み続けるね仕事の問題仕事は終わってもね今度はまた人間関係に悩み続けるっていうねそういうところをずっとねこうやってしまうのかなと思っていて何,何でもいいから今の問題に対してねこうアプローチしていくっていうことをやるんであればねやっぱ自分が今 今現在深刻に何かをやっていくしかないんだと思いまして、もしできるのであれば、ね、YouTube 無料ですからね、えー、やっていく方がいいと思いますし、特にこの YouTube ってこう喋るだけでいいっていう考え方もあるんで、なんか一生懸命こう文字を書くのが苦手ですとかね、そういうことがやっぱ苦しい人たくさんいると思うんで、じゃあね、ただ喋るだけってもできるんじゃないのっていうところから始まってもいいんじゃないかなと、特にね、今ショートとかも。 ちょっとね、10秒ぐらいショート撮って動画撮るっていうのもできますから、あ、これ空が綺麗だね、みたいなね、そんなこともできますんでね、ほんといろいろやっていくと。 やっぱ違いますよねそれで変わることによってねあこれでもしかしたらお金稼げるかもしんないなとじゃあこれもしかしたら人生変えれるかもしれないと今のねもう全くねこう面白くない自分の人生が、ね、こう納得していないというかねこのグレー灰、はい、色がない人生みたいな何も生きても面白くねみたいなねそう考えているんであればなんかこう自分でやってみてそしてねもっと稼いだらもっとねこんなことお金お金があればいろんなことできるじゃないですかやろうと思えば。 できると思うんですよね自分はこれ欲しいなとか、これ、あれがああいうことをやりたかったんだよなとかね、まだ体が動くんであれば、ね、いろんなとこ行けると思うんですよね。今本当に足がね、全然動かないっていうのであればしょうがないですけど、まあね、行けると思うんですよ。そうやって、ね、いろんなとこ出かけたいなとか、いろんな人とやっぱり触れ合って、いろんな笑いあ、ね、いろんな人と一緒に過ごしてね、笑いたいなとかあるじゃないですか、やっぱり。まあ、そういうところね、こうやってくると、やっぱりそういうのも非常にいいんじゃないかなと思うし、そういうことをやれる。 わけじゃないですすかややろろううとと思思えば、ね、本当にやろうと思えばですよ、うん、ただそれをや自分が求めればできると思うしその自分に素直に自分の求めにこう応じて自分が動いていくやっぱこれすごく大事だなと思うしそれをね実現するために人生あるのかなと思っていて別にそれをね人生特に別にもうこのままでいいやってこう思うねあと10年も20年もそのまま同じような人生続けてねあとはもう老後にただなんかよく分かんないでそのままもうねあとそのままあともう。 もうよくわかんなくなってね人生終わっちゃうって終わってしまうのがねもう満足であれば別にいいんですけどきっとそうじゃないと思うんですよこれ見てる人はねなんかこうこのままじゃいかんっていうねこのままじゃいかん絶対なんかしてやるぜみたいなねいう気持ちがきっとあると思うんですよただちょっと一歩踏み出せないなみたいなところがあったりもすると思うんでそれをねやっぱ強い思いでねこう変えていかないと何かいけないしそういうそうなるたたにやっぱ挑戦何かに対してやっていくで一発でうまくいけばねそれはもう 100発 100?100 100? 100発100っていうのはいいんですけど、そうじゃないですよね。今、ワールドカップやってると思うんですけど、みんなね、ゴールに向かって、向かってるじゃないですか、ね、みんな、ゴールに向かって、シュート打ってるんじゃないですか、バン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 ね。だから、そのシュート打ちまくるしかないんですよね、もうどん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 。で、打って打って、そのね、一発が当たった時のあのね、喜びっていうか、あの感動っていうのが、やっぱサッカーの醍醐味かなと思って、うわーっていうね。 ここのそっかう、ね、ち広,広がるねあのゴールの歓喜の瞬間っていうのはやっぱり、ね、何者にも変えがたいんじゃないかとああいうね歓喜をするためにねこうずっとね一つ一つチームでこうボールをねこう運んでいってるわけじゃないですか一人一人の役割があって。 自分はね、最後にじゃあゴールを決めたいって言うんであればね、もうしっかりこうね、徐々に徐々に自分でこうゴールをね、ボールをこう運んでいって、そして最後、ゴール決めるためにも、やっぱりどんなことでもいろんなことを挑戦していくと、その中でね、ゴールがうまく蹴れなかったり、失敗したり、ね、笑われたりすることもあると思うんですけど、それでもね、こうやっていく、強い思いでやっていく、強い思いっていうか、チャレンジですよね、どんどんどんもう、シュート打っていくしかないじゃないか、一発でシュート ゴールキーパーいるわけですからね、簡単にゴール入れさせてくれない人がいっぱいいるわけですからね、ディフェンダーとかさ、あんたとか守りの人がいっぱいいるんで、その人たちを吹き飛ばすからのね、もうなんか来獣シュートとかあるじゃないですか、よくわかんないけど、よくキャプテンズは昔見てたんですけど、もシュートでね、シュートで、あの、ディフェンダーもなんだろ、うキーパーも全部吹っ飛ばす、全員吹っ飛ばすみたいなね。 なんとか君が吹っ飛んだみたいなねいう感じでこう吹っ飛ばすぐらいの勢いでねでもゴールのなんだいつもこうゴールがなんだサッカーゴールにこう入ってさらにこのゴールネットをぶち破るぐらいぶち破ってぶちぶちってこう破っていくぐらいのね勢いがある 思いでねこうやっていくと絶対うまくいくと思いますしうまくいくはずなんですよ人間それぐらいの勢い持ってると思うんで大の大人がね1ヶ月とかね3ヶ月頑張れば何か絶対ぶち破れますよそれはやっぱ熟成さん見ても思いますし本気でやった人っていうのはうまくいってるんで,で何が足りなかったかっていうとやっぱりね思いだけと思うんですよそんなねみんな変わらないんで能力はで社会人やってるってことある程度能力皆さんありますんで絶対にっていうかないわけないんでだって仕事普通にやってるでしょうってう今の仕事 ねえ、絶対やれてるはずなんで、じゃあやれてるって言うんであればね、能力に関しては皆さんも申し分ないと、もう完璧に揃っていると、答えもあるんで、じゃあね、何が足りないかっていうと、やっぱね、こう気持ちっていうか、挑戦する思いなんじゃないかなと思いますんでね、ぜひ YouTube やってほしいしね、YouTube こうやるぞって思う方はね、ぜひご連絡していただきたいしね、こうやってえ気になる男シリーズで一生懸命ね、YouTube やりましょう、やりましょうって言ってるわけなんでね、もう、 いや,やってみてね、それでうまくいかなかったら、それはもう合わなかったでいい、もういいと思うんですしね、もうとりあえずこの2023年、違った、違った、2022年ですよね、もうすぐ終わっちゃうんでね、えなんかね、2022年の終わり、どうせ年末、ちょっと時間空くと思うんでね、その前になんかちょっと、なんかこれ、2023年始まる前にね、なんかよやってみようかなって思うんであればね、YouTube、今からでも全然遅くないんでねえ、自分の挑戦、そしてね、自分がもっとお金稼ぎたい、もっと自由になりたい、もっとね、えー、なんかこう、 このままじゃいかんって思う人はね、ぜひこういろいろやってみてばいいんじゃないかと思います。はい、ということでね、えー、本当にね、もう言い訳するのはもう終わりにすればいいんじゃないですかね。まあ、どんどんね、結果を出すっていうところもね、考える必要があるんですけど、まずはね、こう手を動かしていく目の前のこと、今のね、今日の 毎日のやってることから一つね、違うことを一つやってみる。これでね、なんか変わってくんじゃないかと思います。はい、ということで、えー、気になることころ、170で、170はですね。170は今回はやってね、えーまあ、YouTube でね、なんか稼ぐね、挑戦をやってみましょうっていうところでお話しさせていただきました。久保さんまたね、171話よろしくお願いします。はい、それでは今日もこんな感じで終わってきます。それではまた見てください。ではでは、バイバイ。